はい、こんばんは、スペイン大丈夫かです。今回ですけども、まあ、ツイッターの方を自分やってまして、カンコレの DVD が届いた時、開封動画が2つ撮りましたね。その時に、すごい嬉しいことがあったと、DVD 届いた以上に嬉しいことがありましたってつぶやきまして、2件ほどリプライで、動画で紹介してくださいっていうふうに言われまして、結果、紹介動画という形で、今回ですね、このように、封筒が届いたわけなんですよ。例えばオリパとかクジの開封動画でもないんですけど、なんと、初めてですね、フォロワーさん、視聴者さんの方からご好意で贈り物をいただきました。というわけで、今回は、視聴者さんから贈り物が送られてきた、プレゼント紹介動画になります。本当にありがとうございます。やっぱりですね、視聴者さん、フォロワーさんから支えられてるということですね。はい、とっても嬉しかったので、まあ、許可を得て紹介していきたいと思います。はい、送ってきていただいたのは、バネッサさんという方でですね、よくツイッターですとか、視聴で、コメントをいただける方なんですけども、はい、どれだけで開けていきましょう。まあ、自分がですね、こんな感じで入っていました。まあ、一つ手紙があったんですけど、まあ、さすがに手紙の内容は、心の中にしまっておきたいので、まあ、自分がですね、加賀さんとたまに推しってこともご存知で、カードを送っていただいて、まあ、この、包みはお楽しみということで、こんな感じで、はい。オリパ風に入れてくださったんですよね。加賀さん大事たまにはね、ということで。それが本当にね、楽しくて嬉しいですよね。やっぱり、オリパ感覚っていうのがありまして。はい。で、この用紙があった方が表なのです、ということで。はい。行きましょう。パ、たまにゃ。たまにゃ。加賀さん。たまにゃ。たまにゃ。というわけでですね、やっぱり加賀さん、本当にね、こういうオリパー感覚で開けていくのは楽しいですし、何しろやっぱ嫁感しか出てこないっていうこの嬉しさですよね。あとはやっぱりこの嫁感を、例えば福袋とか、なんて言うんでしょう、トレッカさんで言えば、その、カムス指定の福袋とか福箱ですか、買わない限りやっぱり集めるの難しいですよね。プラス、最後、たまにゃんということで、こういう風に入ってたね、覚えとこう。1、2、3、4、5、6、7。加賀さん7枚。1、2、3、4、5、6、7。お、7枚ずつね、ラッキーセブンで締めてくれました。ありがとうございます。というわけでですね、今やっぱり設計図に、確実にパチってするじゃないですか。その中でやっぱりまあ設計図前の時期のカードも入ってるとは思うんですけど、それにしてもやっぱりこれだけ集めてくださったっていうのは嬉しいですよね。本当に。と、これは2つ目のパックですね。で、おということで、まあちょっと何でしょう、初めて開ける感覚でちょっと開けていきたいと思いますけど、実はこっちの方がいいのあるかもしれないわってことで、この方イラスト描いてるんですよね。やっぱり自分も本当毛の生えた程度でちょっとやり始めましたけど、やっぱりね、特徴を捉えてて、すごい表情がいいのと、目がすごい素敵なんですよね。うん、そうなんです。自分が思った表なんですけど、評価なんですけど。はい。というわけで、こんな感じ。タマホロ、タマカイ、タマホロ。バキラキラしてんのって好きですよね、ほら。自分的にほら、カイも嬉しいですけど、ホロは嬉しい、本当に。で、この武蔵さんので何が入っているのかなということで、はい、初めて開けた缶に開けていきたいと思います。パパで、ここで、おい嘘だろってなるわけですよ。このもうこの光ってて、この肖像中華じゃないですか。これ加賀さん会中華なんですよ。マジこれ本当に嬉しかった。これは本当にえぇ、って叫びましたからね。これ加賀さん会中華本当いただいたと、本当にね、これはもう天にも昇る気持ちですよね。うん。なんて言うんでしょう。自分的にほんと加賀さん会中華の会ってプライスレスだから、本当に、万冊が何枚も、ああ、それはまた違うな。入ってた気分みたいな、なんて表現したらいいんでしょうね。本当に一番嬉しいカードというか、物が入ってたっていう、本当嬉しかったです。後日談で聞いたら、自分で配出したと。いやー、マジでもらっちゃいけないやつですよって言ったら、まあ、いるべきところにいた方がいいよね、みたいな感じで、状態もいいし、
排出状況の状態もこれ完璧じゃないですか。このやばいでしょこれは。やっぱり、ね、海中アカードって美しくて本当素敵ですよね。このいや嬉しいわこれ。本当こういう粋な演出といい、本当に素敵なカード開封ができました。本当にオリパ開封か。悩んだんですよ。どうでもいいことをすごい悩むのが自分なんですけど、贈り物いただいて、以前から贈り物いただきましたとか、何かが事務所に何か届きましたっていう動画があるじゃないですか。あれ憧れてたんですけど、ただ贈り物って本当贈り物なんで、それを大々的に自慢みたいな感じで紹介するのどうなのかなと思って、すごい悩んだんですけど、悩んだ挙句ちょっと許可を取ってあげさせていただいてます。はい、最後こちらがすごい気になったんですけど、なんか紙のようなんですよね。ちょっと厚い色紙みたいな。あ、で開けてみると、こうこれですよ。これタマニャンです。これタマニャン。まあイラストがうまいことうまいこと、それと自分の好みを分かってくださる、もう幸せですよ自分は本当に。スプリンターアイス様タマニャン、これ自分のツイッターアイコンですね。ツイッターので、これがねやっぱ動きがあるんですよ、うまい方って。でこの塗り方でちょっと影を作ってるところといい、動きといい、表情といい、この可愛らしい目大きめにやっぱり描けてるのと、このねやっぱり絵うまい方って自分の絵を目を持ってますよね、特徴とか。はい、この塗り方といいね、すごいっすよね。自分ほんと見習いたいっすよマジで。これまあ加賀さん会長もそうです、これもすごい嬉しかった。なんて言うんでしょう、自分イラスト描くのが、まあ、だんだん好きになってきたっていうのもあるんですけど、やっぱりアイコンとか画像とかを使ってて、なんて言うんでしょうね、ほんとイラストを、まあ、自分のキャラクターではもちろんないんですけど、自分の好きなキャラクターとかをイラストで描いていただくっていうのは本当憧れで、いつかは自分もイラストを描いて推しカンムスさん同士交換したりとかいろいろしたいなとか思ってて、まあ、交換には今回至ってないんですけど、先にいただいたと思う、これはものすごい嬉しくてですね、なんて表現したらいいのか分かんないぐらいの気持ちでしたね。いただいたって分かってメールして、もう本当に開けたくなかったですもんね。ずーっと楽しみに取っといて熟成させて開けたいなみたいな感じで、そんな感じでした本当に。はい、いやーマジ本当素敵なので、ここに飾っておきたいと思います。はい、真面目に。で、まあ、感謝の気持ちを込めましてと言いますか、まあ、自分ツイッターやってるんで、ツイッターのアイコン、2週間か1週間ほど、こちらの画像を撮って、ちょっと使用させていただきたいと思います。それもちょっと後で許可を取りたいと思います。はい、というわけで今回、バネッサさんの、贈り物紹介動画になりました。ありがとうございました。はい。例えばですね、事務所がある YouTuber の方は事務所まで送ってくださいっつって簡単に事務所、住所と言われるとか載せられるんですけど、自分の場合個人でやってるもんで、なんて言うんでしょうね、そこまで、大体的にはやってこなかったんですけど、まあ、今回贈り物いただくってことで、贈り物とかもしファンレター、まあ、ちょくちょく、送りますよですとか、かぶったので送りましょうかっていうのをいただくんですけど、まあ大々的には言えないんですけれども、もし贈り物等をいただけるようであれば、内容等もお聞きしないといけないので、まあ、家族にも迷惑かかってしまうので、ツイッターの方に、リプライでまずは、連絡をいただければ、こちらから対応したいと思います。まあ、そんな感じで、なんて言うんでしょう、皆さんが別に悪意のある方ですとか、そういう方ですっていうのは微塵も持ってないですけど、やっぱりね住所等を扱うので、そこは慎重に行いたいので、Twitter の方に連絡していただきたいと思います。基本的に YouTube の方はそういうやり取りは一切してないので、例えばプレゼント企画ですとか個人情報を扱う場合は、Twitter の方に、連絡していますのでお願いします。はい、というわけで本当に重ね重ねありがとうございました。ぜひですね、自分もこういうご好意に応えられるよう楽しい動画作っていきたいと思います。ありがとうございます。